こんにちは、粟田洋介です。ある作品がいいなと思って、こんな感じの絵が描きたいと思うことってありませんか？私は昨日ファッションイラストレーション系のおしゃれな作品を見て、こんな感じの絵を描こうかなって思いました。それでインクとペン、水彩絵の具で仕上げていこうと思って描き始めたんですけど、もう描き始めからそのファッションイラストレーション系のおしゃれな絵からは程遠い絵を描き始めていました。昨日はちょっと疲れていて、ちょっと途中でアイデアに行き詰まってきて書くのをやめましたが、今日また続きを書いていこうと思います。ちょっと疲れたら休んでそれから書くとか、アイデアに行き詰まった時は一旦作品から距離を置いて、で頭がフレッシュになった時にまた書き始めるというのも一つの方法だと思います。インスピレーションとなったおしゃれなファッションイラストレーションの作品とは似ても似つかないイメージとなってしまいましたが、それはそれでいいんです。気に入った作品とか作風に似たような感じに描くっていうのも素敵なんですけど、なんかイメージが違くなれば違くなるほどそれは個性的であるということなので、私はどっちに転んでも気にせず描いて仕上げることにしています。ではこれが乾いたら水彩絵の具で色をつけていきます。
色を塗るのに時間がかかっていますが、もうすぐ完成です。絵が完成しました。犬を飼う人たちというタイトルをつけました。今回はちょっと淡い色で描いてみました。最初にお話ししたインスピレーションとなったおしゃれな絵なんですけど、もう全然違う絵になっていますし、そのことも忘れてたんですけど、確かその作品の色も淡い色だったような気がします。最近めったにないんですけど、たまに人の作品がインスピレーションになって絵を描き始めることがあるんですけど、そんな時はいつも全然違う作品、作風になってしまいます。もしかすると私自身そうやって人の作品をアレンジして似たように描くっていうのが苦手なのかもしれないですけど、もしすごい似ちゃったとしたら自分の個性が出したいのでわざと違くすると思います。だからこれ風に描きたいとか描いた時も違くなっちゃったところで、さっきも言ったんですけど、違くなれば違くなるほど自分の個性が出てるということなのでいいんじゃないかと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。